北国新聞ニュースをお伝えします。石川県内では今日新たに新型コロナの感染者が1776人確認され、過去最も多くなりました。石川県には今日午前10時までに2350件の検査結果が入り、新たに1776人が感染したことが分かりました。これまで感染者が最も多かった今月21日の1628人を上回り、1日あたりの感染者としては過去最も多くなりました。新規感染者1776人のうち1421人は感染経路が分かっていません。県内では今月15日に BA.5 の感染者4人が初めて確認されて以降、感染者が急増し、21日から5日連続で1000人を超えていました。今日は県内の福祉施設でクラスターが発生したことも明らかになりました。このような新型コロナ第7波の流行を受け、石川県内ではワクチン集団接種の予約が急増しています。県内では今月21日に1628人の感染を確認するなど、新型コロナの感染が急拡大しています。県内の自治体が設けている集団接種会場は、感染を恐れた駆け込み接種とみられる予約が急増して、9割以上埋まる市や町も出ています。このうち金沢市は毎週土曜に市役所で集団接種を実施し、今月2日の予約率が 36%、 9日は 49% でした。ところが変異株の BA.5 による感染が県内で初めて確認された直後の今月16日はほぼ 100% になり、定員を400人に増やした23日も当日受付分を含めすべて接種され、30日の枠も埋まっている状態です。金沢市以外でも野々市市が今月中の枠が埋まり、小松市は予約が上限に達したため接種の受付枠を増やしました。金沢市の担当者は、他の医療機関など個別接種で空いている会場もある、できるだけ早く接種を済ませてほしいと呼びかけています。ではニュース解説です。石川県が新型コロナウイルスのワクチンを4回接種した人の感染率を調べたところ、接種していない人に比べて3分の1に抑えられていることが分かりました。ワクチンの効果もあって流行している変異株BA.5 の今月の重症化率はゼロにとどまっていますから、野口さん、自分の身を守るために接種を進めてほしいですね。そうですね、ワクチンの4回目の接種というのはコロナに感染した際の重症化を予防する目的で、60歳以上の人と18歳から59歳で、持病があるか重症化リスクが高いと医師が認める人に限定して、5月下旬から全国的に始まっています。3回目からの間隔は5ヶ月ということですね、今回のデータは25日に開かれた県議会厚生文教委員会で報告されましたんですが、県によると今月1日から22日までに判明した20代以上の感染者5536人のうち、ワクチンの未接種者は768人、3回接種が3140人、4回接種は98人でした。それぞれの感染比率はですね、未接種の人が 0.62% に対して、3回目は 0.47%、 4回目になりますと 0.19% と、未接種の人のですね、3分の1でしたね。そうですか。重症化率の方も接種が進むにつれて低下しているようですね。はい、重症化率は3回目の接種が始まったばかりの今年1月は 0.2% から 0.3% 程度だったんですが、
接種が進んだ6月には 0.1% ぐらいに低下した、今月に入ってもゼロを維持していることから、県では3回4回接種者は感染リスクが低いと考えられ、基礎疾患を持つ人や高齢者は接種してほしいと呼びかけてますね。一方、接種による副反応が疑われる事案というのはですね、今月の15日時点で480件、接種後に死亡したのは16人なんですけれども、因果関係があるとされた事例はないということですね。そうですか。ワクチン接種については今後高齢者などを対象に5回目も実施する方向のようですね。国ではですね、感染が広がりやすい秋や冬の追加接種として、オミクロン株に対応したワクチンを活用して、5回目に向けて準備を始めるそうです。このワクチンは、重症化を予防する効果が期待できる。また4回目の接種についても対象をすべての医療従事者や高齢者障害者施設の職員に広げる方向で、厚生労働省では速やかに接種を進めていくということですね。高齢者だけでなく、若い人にも進めたいですね。そうですよね。先ほどニュースにもあったようにですね、感染の急増を受けてワクチンの接種の希望者、これは打っておかないとということで、急増しているようですけどね。金沢市の最も新しい数字ですが、3回目の接種について、接種率が全体で 67.3%、 年代別では60代以上が 89%、 ほとんど9割なのに対してですね、10代が 31.8%、 20代が 47.5% ですね。これは全国的な傾向でもあって、最近のこの感染者がですね、若い人ほど多いことに如実に現れていて、早く次の流行の波が来ることにつながりかねませんですね。世代の別なく、所定の回数のワクチン接種をぜひとも促していきたいですよね。そうですね。野々市ジョンカラ祭りは3年連続の中止が決まっていますが、踊りを練習してきた児童のために今月31日に発表の機会が設けられることになりました。野々市ジョンカラ祭りは今月30日と31日に予定されていましたが、野々市市は新型コロナの拡大を防ぐため中止を決めています。中止は3年連続で、市民から踊りの練習をしてきた子どもたちが成果を発表できず、その継承を危ぶむ声が出ていました。そこで野々市市商工会の青年部は今月31日に開催する青年部祭りで、子どもたちが踊りを披露する場を独自に設けることにしました。その青年部祭りに向けて、市内の藤平児童館では小学2年から6年の8人が当日を楽しみにしながらジョンカラ踊りの練習に熱を入れていました。青年部祭りは市内の荒宮公園で行われ、例年のジョンカラ祭りと同様に野々市ジョンカラ節保存会が生演奏とともに踊りを披露します。野々市市商工会の青年部は来年の本番へつなぐ意味を持たせたいと準備を進めています。銭湯文化を守るため、金沢市は廃業した公衆浴場を使い銭湯経営を始める場合に補助金を出すことにしました。金沢市内の銭湯はここ20年ほどで4分の1に激減し、現在は19軒になっています。相次ぐ廃業を受け、金沢市はかつて多くの人が集まった歴史ある銭湯文化を絶やさないようにするため、先月公衆浴場の設備改修費を補助する制度の対象を拡充しました。具体的には、廃業によって使われていない公衆浴場を活用して新たに銭湯経営に乗り出す事業者にも補助金を出し、銭湯の復活を後押しすることにしました。対象はろ過器や温水ボイラー、バリアフリーなどにかかる費用で、それぞれの項目で3分の2を補助し、助成の上限は最大530万円となっています。金沢市によりますと、おととし3月末に閉店した
長町1丁目の松の湯が補助対象の第1号になる見込みです。公衆浴場の組合の話では、市内には廃業後も浴槽やボイラーの設備が残る浴場が5軒ほどあり、金沢市は今後も助成制度を PR することにしています。せっかく設備があるのにもったいないですね。うん、そうですね、この銭湯というのは、肩の力を抜いてですね、疲れを癒すスポットであり、近所同士の会話が弾むサロンでもあると思いますね。これがこう街中にあることが、気持ちよく住んでもらう、大きなポイントかもしれません。金沢市のこの粋な計らいをですね、街にこう人を呼び寄せる呼び水ならぬ呼び湯にしていきたいですよね。なるほど。さて、九谷焼の名工が手掛けた一品を紹介する催しが、能美市九谷焼美術館の御祭館で開かれています。御祭館は九谷の歴史が学べる施設で、開館40年を記念した第1弾として昨日から歩み展を開催しています。催しでは御祭館が持つおよそ550点のコレクションの中から厳選した明治期から現代にかけての皿や花器、壺、鉢などの一品62点が時代順に紹介されています。このうち江戸期から明治期にかけて活躍した名工九谷正左の色絵朝顔子猫平鉢は、赤や青の色彩豊かな朝顔が特徴的です。また極めて細い筆で龍が生き生きと飛ぶ様子を描いた西田道会の赤絵西廟割取見込み龍図深鉢や、初代竹越善平の茶器などもあり、訪れた人たちが九谷焼の歴史や奥深さを感じ取っていました。能美市九谷焼美術館御祭館の歩み展は来月7日まで開かれています。金沢市内の竹林から持ち帰ったカブトムシの幼虫がオスとメス半々の成虫に育ち話題になっています。金沢市志島地区の NPO 法人みんなの畑の会のメンバーになっている男性は、この団体が手入れする志島町の竹林からカブトムシの幼虫を持ち帰りました。男性が竹チップの中で育てたところ、今月中旬数十匹が成虫になりましたが、その中に珍しい姿の一匹を見つけました。なんとその一匹は体の左半分がオス、右半分はメスに成長し、オス特有の角が右寄りに伸び、体の光沢は左右で異なっていたのです。県ふれあい昆虫館によりますと、オスとメスの特徴が混じって見られるのは雌雄モザイクと呼ばれ、まれだということです。みんなの畑の会は今月31日に小学生が住民の陶芸作品などを販売するイベントを開く予定で、その際この珍しいカブトムシを展示することにしています。津幡町内の子ども園が昨日夏祭りを開き、園児たちが手作りのデカ山で園内を巡りました。津幡町南中条にある千色場子ども園は、国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs をテーマとして、絵本もったいないばあさんをモチーフにデカ山を作りました。夏祭りには201人の園児が浴衣姿で参加し、わっしょいの掛け声と手拍子に合わせ、菓子箱などを材料にして作ったデカ山を引いて廊下などを練り歩きました。祭りでは津幡音頭ともったいない音頭の踊り流しも行われたということです。これはこれでいい思い出になったでしょうね。かわいいデカ山でしたね本当ですね
ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。